ため、今日シール、ユカマイル。何が起きてるの？水晶でも見てくれ。妙な説明が私たちを狙っている。このような風景見たこともない。一体ここはどこだ？まともな感じだが何もわかんままだ。誰かいないか探しとしよう。さすがは長雲殿、相変わらず容赦ない戦いぶりだぜ。シューフォー殿こそ見事だ。あのカウン殿の従者としても活躍するだけある。最強は俺だ。ほう、少しは手応えがありそうだな。おめえその両手だ。俺たちをここへ連れてきたのは超スキル、マイル。この人を出てみろ。よっ、なぜここに。氷山の超スキル、叩きのめしてよ。あの、少しいいかしら。なんで化け物を連れてるんだ。そいつらを操ってたのはお前ってわけか。責任は果たす。待って、私の化け物の仲間じゃない。そう言って油断させるつもりだろう。ちょっと超シール、ファイル。この手には乗らないぜ。本当に好きなのか。だが信じるだけの材料もない。やるなぁ、真似してんじゃないか。おい、この世界は泉の奇跡の力によって長く繁栄してきました。もともとこの地は作物の一つも実らぬほどに荒れ果てておりました。歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったのです。しかし前の王が亡くなった時、なぜか泉と祠は急激に力を失いました。新たな王が大観の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのです。このままでは滅びを待つばかり。怯える私たちにお母様は古い言い伝えを教えてくださいました。泉が力を失い、世が滅びに向かい時、
異界の英雄オリタタン。英雄、祠に己が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、大観の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。私は、泉に残された最後の力を使って、巫女であるお母様と共に、皆様をこの世界にお招きしました。異界の皆様は、この世界に対して多大な影響力をお持ちです。どうか、そのお力を、祠と大地に分け与えてくださいませ。泉と祠の間で、水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉も蘇るはず。それが、お母様の見立てです。ずうずうしいお願いとは承知しております。ですが、どうか、私と共に、この世界を救ってくださいませ。ふん。おい。申し訳ありません。タヌキ殿。まあ。はい。そう。そうね。そうです。ええ。ありがたい。